今回紹介するのは、いつものウォーキングが最強のボディメイクに変わる。痩せ多く。4週間プログラム。という本です。難しい。だが、生涯出読の本、痩せ多くというタイトルと、高橋メアリー淳さんの表紙写真、美しい。眼福。 で、この本をいわゆる若い女性向けダイエット本だと思ってはダメです。これは老いも若きも男性も女性も読んで実践すべき歩行指南書です。無理な力をかけず体の作りをそのまま活かして自然に歩くことができるようになろう。その結果が痩せ多くだよ。ってこと以前、ヘタ筋トレの本の概要をまとめて 実際にやってみてどんな感じだったかレビューを書きましたが、この本の内容はとてもじゃないけど素人がまとめて書くのは無理。二足歩行を追ってこんな体の仕組みと複雑な動きの上に成り立ってんのか。人間すごくね。ってなります。そして難しい4週間プログラムとなって入るけれど、4週間やってみてようやく流れが頭でわかる。 くらいじゃないかな。体得するためにはもっと続けていかないとダメだと思う。本で紹介されている動きそのものは簡単なんですよ。でもね、歩くってことは生じ何も考えなくてもできてしまうだけに、今まで意識せずにやっていたその動作についてきちんと理解し、染みついてしまった自分の動き方を変えていくというところが難しい。それも、 ちょっとした動き方や重心の置き方の改善というところが多いので気を抜くとすぐに元に戻ってしまいそう。〇〇ダイエットみたいに全く新しい動作を覚えてやりましょうね。この動きさえやれば OK みたいなものだった方が逆に覚えやすいのじゃないかしらと思うくらいええー、やだ。そんな内容なの なんだかめんどくさいって思われそうなことをばっかり書いちゃったけど、基本のストレッチをするだけでもすぐに体は変わってくからみなとりあえず買って、そして読んで意識せずにこの本の内容が実践できるようになるには時間がかかるだろうけど、その価値はあります。正直、10代20代のうちにこの本が読める若い子たちが羨ましい。だって、 今この本の内容をマスターできたら、これから先ずっと、ただ歩くだけでボディーラインを整えることができる生活になるんだぜ。そっから先の方が人生長いんだぜ。ほんと羨ましい。しかし、ここで大前提に、そして大問題になるのが、 歩数7000歩が1日の最低限の運動量ってとこ。一人一台自動車必須のどいなか在住でドアトゥードアのデスクワークな人間にはここが一番厳しい。下手したら1日500歩間違った歩き方うんうんの前にそもそも歩いてない。そりゃ下半身も重たくなるわ。でもここはね。 たとえ痩せ、ウォークをしてなかったとしても必須な部分なのでね、一日7000歩程度の運動量は確保しないと身体機能が衰えるよって、ご飯食べたら歯磨きしなきゃ虫歯になるよぐらいなレベル、これを機に毎日歩く習慣をつけようと思います。もちろんそこで痩せウォークを意識してね、歩くっていうのはこれから先の日々でもずっと を続いていくことなのだから、以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。